友人チャンネルのみやちゃんです。今回の動画はですね、第1弾第2弾と、グラブ紹介動画というのを、やらせてもらいましたが、わりかし評判が、いいので、今回はですね、1つのグローブにちょっとピックアップをしまして、グラブの紹介をしていきたいと思います。はい、今回紹介するグローブはこちら、リアルヒーローさんの軟式用の内野手のオーダーグローブになります。これ何のグローブかと言いますと、うちのメンバーのですね、俊足が持ち味の、なべちゃんの、オーダーグローブになります。これなんだっていう話に、なるんですけども、冒頭ですね、グローブをこう箱から、開ける、ところを、撮影しましたけども、その時にお気づきでしょうか。実はこのグローブ、皆さんご存知かもしれませんが、はい、こちらのメーカーのこちらのグローブ、アトムスさんが監修して作った OEM のグローブになります。ではなぜこのリアルヒーローというロゴがついてるかというところの、お話なんですけども、その前にですね、簡単にこのグローブの、紹介なんかをさせてもらいます。はい、こちらの軟式用の、内野用のグローブ、内野用のグローブといってもややちょっとサイズは大きめの、オールラウンドとは言わないですけども、こうなんか、外野なんかもできちゃうんじゃないかなっていうぐらいの、サイズではあります。はい、配色は、ご覧の通りですね、黒と赤と白を基調として、パイピングは、イエローですね。で、紐の色はコルクと、ちょっとウィルソンにありそうな感じの配色ですね。はい、ここの親指部分に入っているのは、なべちゃんの背番号20番と、野球のグローブなのに、羽球仕様と、バドミントンプレイヤーらしい、なべちゃんらしい文言が入っております。実はこのグローブ、すでにお湯もみ片付けを、私の方でしておりまして、もうすぐにでも使えるような感じに、なっております。はい、ポケットちょっと浅めの作りですけども、親指と、薬指ぐらいで、取るような感じのグローブの、はい、作りになっております。メジャーなメーカーさんにはないような独特のしなやかさとか柔らかさ、もちもち感だったり、あとは軽いんですけども決して皮が薄いから軽いというような、そういう軽さではないっていうような、皮質というか皮感っていうのを感じられる、グローブですね。こう使い込んでいけば使い込んでいくほどこう味が出てきそうな、そんな作りになっているような気がします。はい、受給面はこんな感じ。なんていうんですかね、こうメジャーなメーカーさんってどうしてもこういうところに結構なんだろう、浮きだったりちょっとボコボコっていうのが出やすかったりするんですけども、やはりその辺は、そういう浮きだとか、ボコボコっていうのは、この段階では、全くそういうのは見受けられないという感じですね。はい、ではですね、このリアルヒーローというこのロゴのところについて簡単に説明をさせてもらえればなと思うんですけども、このリアルヒーローっていうのは、一応ブランドの名前です。実はこのリアルヒーローというブランド、障害者スポーツを支援する札幌の会社さんが立ち上げたブランドになります。アトムスさんがその活動に賛同し監修したコラボレーショングローブがこのリアルヒーローになります。障害者スポーツを通じて、リアルヒーローというブランドを立ち上げて、そのリアルヒーローというブランドロゴのついた商品を、販売することで利益の一部をその障害者スポーツに当てていくというふうな活動をされているんですね。このリアルヒーローというブランドのロゴがついたグローブを販売をしていると、オーダーをしているということでですね、うちのメンバーのまずけいちゃんが実はもうすでに1個作っているんですけども、そのグローブに続いて第2弾ということで、なめちゃんがぜひ作りたいということで、作ったのがこのグローブになります。そのスポーツを通じて、そういった障害者スポーツにも、どんどん、利益を貢献していくっていう風な、そういった活動自体が非常に素晴らしいことだなと、私は思いますので、少しでもですね、何か役に立てればなということもあったので、こういったものですとか、こういった動画を撮らせてもらいまして、少しでもですね広められていければなという思いがあります。この価格でこのクオリティ手に入るんだったらいいなって実際は思いますね。僕も本当にそのうち作ろうかなっていう風な気持ちでいるぐらいなので、本当リアルヒーローの商品に、もし興味がございましたら、そちらのリンクから、ぜひご覧になっていただければなと思います。本当にいいグローブです。はい、今回も、グローブの紹介動画ということで、ちょっと一つのブランドについて、ピックアップをして、お送りしましたが、うちのメンバーでですね、まだグラブ紹介してほしいっていうメンバーが何人かいるみたいなので、これからオフの練習も始まっていきますので、その時に、そのグローブですね、紹介できたらなと思っておりますので、第4弾、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローぜひよろしくお願いいたします。それではさよなら。いつも龍神チャンネルを見てくれてありがとう。俺たちのチームは Facebook、Instagram、Twitter、LINE はやってない、 YouTube やってます。チャンネル登録よろしく。